Welcome back to Let's Play Final Fantasy 5。 行くぜ。ちょ待ってくれ、カトンの術が4個しかないぞ。カトンは良くない？打ってたっけ？でもいいよ、もう行こう。行くよこのまま。ついに来てしまったが、恐ろしい場所だなここも。なんだよこれ、今のなんだよ。こんな音ってあれのか、初めて見たぞ。お、なんだあいつ、恐ろしいことしやがって。ゴーゴーゴー、タイタン最高だなこいつ。なに、ノーゴのギャルじゃねえか。ガジラガジリ、ガジラガジリってなんか芸人ってこれなんか言いそうな感じのあれだな、名前的になんかすごい名前だ。テル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 、よろしく行ってこい。そんな強くないな、当たりにくいけどって感じかなんか。弱点は少ないけど当たれば、当たればでかいっていうかそういう感じかな。ででんででんででで、何が効くの、魔法効かなそうだな、なんかこのお方たちは。あー、そういう感じ、もしかして魔法効かないんじゃないかな。これやってダメだったら多分魔法効かない感じだ。なるほどね、バイバイ。赤油さん効くでしょ、あれ確か、あれ無属性だもんな。2505本なんか宝あったっけ、ここてーでなさそうだな。やばいぞ。だんでしょ、逃げやな、あれになってきたな。逃げるようになってきたな。あまりいいことではないぞ。この曲はなんか怖えんだよな。怖えっつうかなんか、悲しんでね、いろいろなんか。なんかもう、何かが、これから何か終わろうとしているっていうのがそういう感じでなんか、空気を感じる。デレッテンデレ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 ッテン。おデレッテッテン、すげえなこの世界観、この曲怖いね、怖いっつうかなんかさ、なんつうの、すごい悲しいよね。あー微妙な組み合わせだ。デレッテッテレデレッテッテレッテ、右が正解ルートだべ。上になんかあるだろ、こういう時は。大概そういうもんだ。おいいだろう。パッパッパッパン。ザーゲン。ふざけるな。反省しろ、反省よ。でん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 。ぐるってってって。ま、これ倒せるでしょ。片っぽは。てる。倒せねえ、何？めちゃくちゃ強いじゃん。でんでるるんで。お、いいぞ。それでいいんだ。殴り合うかい、仲間たちで。コメットだって7しか消耗してないんで、それでこのコスパが良すぎだろ。まぁ、あ、ちょっとムラがあるけど、ダメージがあります。いいぞガルフ、お前なかなかやるじゃねえか。良心的だったな、これとどめさせてくれ。よし、お4900、意外とあるもんだな。なんかいろいろ道があるな。ちゃんちゃん、ちゃんちゃん。なんか右下にも右にも道があるぞ。はぁ、あ、おぉ、声もあった。フェニックスの、いかにもって感じるあれだったのに、全然そんな流れちゃってじゃん。敵多くね？ここ。ででででで。めっちゃ金もらってんだけど、これいいのかな。お第3のエリアか。サーディオみたいな感じなんだ、そこだけ。おコテージ結構広くない？意外となんか俺の思ってる広い。巨人の薬。おっセーブポイントか。なんだこいつは。ちょっとやるか、じゃあせっかくだから記念に、ここに来た記念にやるわ。これでいけんじゃね、意外といけそうな気がするんだ。でん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 、さあどうだ、やってくれ。うお
やべえ、やばすぎる。しかもめちゃくちゃ経験値多い。最高じゃねえか。なんなんだあいつは。テレテテテレテテテン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 。続きますね。テレテテテレテテテン。どこまで続くのこれ。モーニングスター。モーニングスター、あ、でもあれか、モーニングスターあれか、魔獣使いだろ。テレテテン。お。やっと始まったか。結構長かった。燃やされてるし。この曲でなんかもう誰が来るのかってのは分かるね。ゴルベーザみたいな感じでなんか。激しすぎだろ。ああ、これ開けられんだよね。でもこれ別に開ける必要なくないか。別によくね。あれいけなくね。こっち。どういけんだよ。行ける場所ねえじゃねえかよ。いや本当になくない。あ、こっち。お、出てきたぞ。クポクポ男が。テンション高えな本当に。いきなり燃やせたなんて信じられんよ。どうすんのこれが。あ、くしゃみ出そう。ちょん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 。お、いえ、完全に燃やされている。なくなってるぞ。お、でん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 。フレームシールド、これ結構強かったよな。お、上がるじゃん、めっちゃ上がるじゃん。よし、もらっておくわ。テールって言って、なんか跡形もなくなくなってんだろ、いろんなものが。悲しくなってきたぜ。デリ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 。すす。あっち来た、出口か。デリデリデリ。お、レベルアップしたか、いいことだ。で、どうすっかな。まあ、ある程度ガチな感じでは行かなきゃダメでしょう。召喚、まあ召喚あった方がいいだろう。エルフのマントは別になくても良さげな気がするよな。まあ一応現本当は誰かボン装備してないよね。攻撃はガチだからな。俺一回、結構ね、まあ、俺の中でなんか F5 積むポイントはいくつかあったけど、ここは俺相当きつかったからね。ここはマジでもう、かなりきつかったもん。いろんな意味で。いろんな意味できつかったよ。思い出が蘇るぜ。ちょっと待って、あなた、あれ使えんの？あ、ケアロンが使えるんだ。じゃあ別にいいか。まあ、シェルも使えるし。時魔導であなた白魔法、あー、じゃあまあ別にいっか。行くぜ。まあいけるかわかんないけど。お、まだあんだ。てんてん。フレームトン、これでもあれでしょ。ファリスなんかもう別に忍者である必要なくないか。むしろ殴りで行った方がいいんじゃないの。殴りで行くでもな、まあでもまだ必要だろ、あれは。あれは必要だろ。まだまだあれを上げなきゃいけないか。アビリティポイント上げなきゃいけないか。
めっちゃ覚えてるよ、ここ。もうすげえ見たからな、何回も。ここだけなんか。この先に待ち受けてる。キャツロン。出てくんな。出てくんな、空気読めよ。さて。まあ、青魔法かな、とりあえずは。まあ、青魔法。まあ、あったもいいか。回復変えてもいいよね。むしろ、こっちは良くない？アビリティはまあ、召喚、まあ召喚あればいいだろう。分身守り煙玉。あいつで見ないからな。分身も微妙なんだけどね。いや、逆にもう殴るだけで言った方が良くない？多分ファリス何もすることない気がするんだよな、正直。じゃあもう両手持ちで殴りでいこう。まあそれでいっか。じゃあ装備できるものがない。まあこんだけやれば魔法防御やばくねえか。まあまあ大丈夫だろ。シェルかけるか。じゃあ、おでも結構上がるね。あれが上がってる。体力上がってる。さすがナイト。まあこれでいっか。じゃあ今変えたよね。 OK。 さあいけるかな、これは。地力強いな、ここ。お、いいぞ。あ、エルフのマントいいな。まあ、殴りも強いね、結構。なかなかのエルコンも。あ、でも結構いい感じだ。もう一人一人ゲリアした方がいいだろう。殴る。お、いい感じだ。めちゃくちゃ強い。よし、いいぞ。ヘイストかけるか、じゃあ。いや、シェルだろ。あ、ヘイストかんじゃん。やった、ヘイストか。バッツだけかかんない。かわいそうに。しょうがね。これ3人乗りだから。いや、ゴーレムかけるべきだった、今。しまった。こいつは結構殴ってくるね。じゃあ、ゴーレムだ。まず、ゴーレムかける。こいつを倒す。いける。でー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 。やばいぞ。残念。残念でした。なかなか緊張してるから。かなり緊張している。あの、これやっとけばとりあえず OK。 早くね？早くね？は？マジで？いや、でもこいつも潰さなきゃダメじゃん。やばすぎだろ。もう半分ぐらいちょっと心折れかかってるけどね、今までも。無理だってこれ。いや、無理だろ。おでも消えるか。まだいける、まだいける。諦めない、諦めないわけないか。よし、いいぞ。消してあげるんだ。自分の覚悟を信じろ。こっからのあれがあるかも。よし、そう、たとえ長期戦になろうとも俺ちゃん負けるわけないか。エリクさんもあるからな。まずこれどうにかせん。あ、シェル強いな。よし、ゴーレムがいる限り。ちょっとまず、え、てか早くね、発揮すんの。発揮すんの早すぎだよ。ディリ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 ディ。ざっけんな、ちょっと早すぎだってこれ。ちょ、マジでマジで、ここで決めてくれ。ここで決めてくれ。じゃないと俺はやばいことになる。俺は発揮してしまう。いや、てかもういいこと。でもいや、むしろやっちゃおう。いけるかもしれん。意外といけるかも。ここで終わらせれば1072。いいぞ、いいぞ。やばい。だから大丈夫。バッツがまだ上にいる。だからここで一気に決めるんだ。いけ。いった。よっしゃ、やったぞ。やばい、流れが来ている。究極の流れというやつが。そこから立て直しをするわ。
ゴーレムがいる限りどうにかなる。てれてんてれてん。ちょうどいいタイミングで回復させよう。てれててるてててて。ハイポ使えばいけんだ。よし。ナイスだ。ここから立てましょう。でもこれあれだな、一気にやった方がいいな、もう。格好撃破というか、なんかもう。一気にガバッてやった方がいい。じゃないと終わる。デレ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 デ待ってられるか。もうそろそろあれじゃない。やばいんじゃない。まあ、一応かけとくか。これこれ、あ、大丈夫なんだ。なるほど。まず閉鎖だろ。よし。シェルずっとかかってんな。もうシェルかけようぜ。てかもうシェルさえかかってかかればもういけるよ。でもこれシェルかけたらもう勝てんじゃん。あと一人一人大切にやっていけばなんか問題ないとか。よろしいぞ。もうそろそろ攻撃してもいいんじゃないかって気分になってるけど。まあでもさすがに。まああれだろ。念には念を入れて。ここはちょっと用にしていかないとな。いいぞ。絶対勝ってる。ここまで来たら勝つしかないだろ。いやもうここまでやったら勝つしかないし、もう確実に勝つ方がいい。だからシェルさえかかってればだってそんなになって食らないからそんなんですよ、敵の魔法が。って考えたら、あ、誰か、あれも来るか。で、まあまあそろそろ、あ、来てるね。どれからやる？上やるか。じゃあ上からやっていこう。間違えた、間違えた。やばいぞ。頼むぜ。バツ食らってる？まあいいや。さあこれどうなるかな。あー、じゃあ左からやるか。じゃあコメットかけの殴りので行こう。あとジャンプだろ、それでいける。でもこれ下手したらあれだから、発球が2人、発球2人来たらちょっとやべえから、だから下手したら全体かけることができないから、それがちょっと怖い。気をつけないといけない。ほら来た、やばいぞ。あ、でも食らんねえじゃん。あ、もう食らんねえじゃん。よし、このまま押し切るしかねえな。いけるいける。勝っただろ、もはや勝ったとしか言わない。デレテデテレ、まあ一応ここで、おお、惜しいぞ。いいぞ。あ、こいつは回復したんだ。あ、でもこれでまあ回復したろ。回復したから発狂しないってことだ。オッケーオッケー。ってことは下手にファリスあるな、もう手出せないな。じゃあまず上から突くぞ。壁に潰していく。まあこれでやっとけば、まあもう勝てんじゃんこれで。で、あとは何やってんだ、三段階やってみるか。じゃあベベン、食らないの。じゃあ防御だな、とりあえず待ちだ。勝てんじゃん、もう勝ちが見えてると。残念ながら、なんだブリザーが効くの。じゃあデリデュザーゲン、いい感じやられてくれ。まあ一応かけとくか。ねんねんねん言われて発狂しねえな。発狂しないとかまだそんなに食らってないってことか。あ、タイタンあるか。あれタイタンだよね。起きたぞ、やばいぞやばいぞ。エリキサー、お、やばい、こいつこれは結構強い。これたまらん、やばいぞ。一気に乗らせる。じゃあここでキアルンをかける。やばい、なかなかの速さだな。これやばいな、これはやばい、凄まじすぎる。よし、もうここで対談かける。効かないのか、サンダガとか。残念ながら。いいぞ。終わりだな、お前もうおしまいだもん。これ確かあれだろ、レビテと。俺は覚えてるぞ、貴様の恐ろしさってやつを。ビー玉しないとこれでも勝った感じ。ふう、恐ろしかった、恐ろしい敵だった。
あ、これ聞くじゃん。めっちゃ聞くじゃん。幼児児童。素晴らしい。病院が始まっている。カウントダウン始まってるぞ。悲惨もすべておしまいだ。残念だったな。残念だったな。てれ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 。いいぞ。ゴルベーザーを漏らすもんな。エクセレス。なんか俺たちが解いちゃったってこと？やってくれるじゃねえか。見せてやろうぜガラフ。どんだけ使うんだよこいつは。なめんじゃねえぞ。メテオ見せてやろうぜ俺たちのデターミネーションってやつを。ふん。この魂がある限り
何度でも立ち上がってやるぜ。イカリアに憎しみで私を倒すことができる。